お疲れ様でございます。今回の YouTuber さん紹介は、まあ、YouTuber と言っていいのかどうかわかりませんけども、スーパーマーケットのハローズ、ハローズチャンネルを紹介したいと思います。なぜ私がこのハローズチャンネルを紹介するかと言いますと、実はね、大学を出てすぐに入社した、私が唯一社員として働いた会社がこのハローズなんですよね。で、当時はね、ハローズの入社面接に行く際に、プレハブみたいな、 本本部本社機能のところに行った覚えがあるんですよつまり随分小さな会社だなと思いながら行きましたしまあスーパーカーって感じでしたねで一応ね合格をいただいたんでありがたく入社させてはいただいたんですけども魅力の一つがね入社前研修って言って入社が内定した方の中で希望者にねハワイ旅行をプレゼントみたいなのがあったんですよ まあそれで一週間ぐらいハワイ旅行に行ったっていうのが、まあ私のハローズに深い縁を持った第一歩だったんですよね。まあそれから当然入社して、実は新入社員代表としてね、私、ご挨拶させていただいたりとか、新聞に掲載されたりとかね、ちょっと私的にも、お、社会人とのスタートライン、なかなかいいところに乗ったなと思ったところだったんですよ。で、私なりに、その同期生の中では、まあトップをね、 走ってるかなっていう意識もあったんですけども、まあ評価は人それぞれなんでね、私が思ってるだけだったかもしれません。まあ何にしても1年間ハローズに勤めて、2年目でね、すぐ主任になって、そこから本格的に私の仕事が始まったかなっていうところなんですが、部下も後輩もだいぶ増えてですね、で、えー、恋愛もハローズ内で始まってっていう形でございます。今思えばね、懐かしい思い出ですね。 こうやって YouTube でハローズチャンネルでね、こうやってね、社員の様子とかを見ると、入社式も私の時よりも当然盛大ですし、それから店舗のね、従業員さん、懐かしい顔が出ていたり、出ていなかったり、え、あいつもう店長になったのみたいなのもいたり、あれ全然顔見ないけど辞めたのかなっていう風な、そんな顔ぶれもあったりね。それから社長はじめ、 幹部経営陣の顔ぶれも随分とあれからね20年30年経ったんでこう見た目は変わったんですけどもああの人だこの人だみたいな感じで思い出が次から次へと巡りますねで今思えばねこのハローズという会社に私がねいたらどうだったかなっていうところありますもしかしたら中核社員として なんかね、幅を利かしていたのかもしれませんし、窓際社員として弾かれていたのかもしれませんし、わかりませんけども、今ね、私が今、50代として、この会社にいたら、どんな人生を歩んでいたかな、というふうに想像はします。ちょっとした後悔も、正直あります。でも同時に、だとしたら、自分自身ね、今、自分の会社をしているわけですから、 ハローズを辞めてよかったなっていうかね、ハローズでの経験が今でも生きてるなっていうふうに思えるような人生を作っていきたいなと思ってます。まあ何にしてもハローズを辞めたからこそ、私もね、まあ、即家塾の久保という、そんな地位もあったと思いますし、47都道府県全国オフ会っていうのもね、やれたと思いますし、海外にいろいろと覚えのあることもできたと思いますし、 暗号通貨ってもののね、複雑さにもついていけたのかなと思います。で、FX のプロとしてもデビューしてますし、やっぱりね、人生にもしっていうのは考えればキリがないんですけども、私ね、ハローズすごくいい会社だっていう風に、今、ますます思うんですよ。当時、こうなることを想像していたところもありますし、だからといって、自分がこの会社に、 50代、60代までね、骨を埋めようっていう覚悟も持てなかったのも事実ですね。いや、しかしね、今こうしてみると、本当にいい会社の、その、黎明期に自分はいたんだなというふうに誇らしい気持ちですね。はい。で、やっぱりこれからも、あの、消費者としてね、お客さんとしてね、使わせていただきたいと思いますし、 その分、現場で働く方とか、ハローズで頑張っていらっしゃる方に、あの、カスタマーハラスメントみたいなんじゃなくてね、客として協力してるっていう気持ちでね、やっていきたいかなと思います。はい。とってもでも、本当にね、いい会社になって、この前、そうそう、当時の上司に会ったんですよ。ばったりね。その時にその上司はもう定年退職しましたね。60、 6歳とか7歳だったと思います。いやー、定年退職して、で、ちょっと話し込んだんですけども、ええー、会社になったでーって言われてましたね。確かに、当時の朝干し夜干しみたいな、めちゃくちゃぶりからね、<laughs> はっきり言って言えないようなこと結構ありましたよ。<laughs> でも今、立派な会社になって、多くの人に喜ばれてね、こうやって YouTube チャンネルまでスタートして、いや、本当にね、 私と同じように中東で辞められた方ってたくさんいると思うんですけども自分がハローズの一時代をねやっぱ担っていたっていう気持ちで今もそれぞれの現場で生きてるんだと思いますそういった意味ではね辞めた人の同窓会みたいなのがあるとね面白いかもしれないですねでもちろんハローズに今でも社員として頑張ってらっしゃる方私の同期でももしねいるとしたら30年のキャリアだと思いますよやっぱり この道一筋30年。まさにスーパーのスーパーマン。<laughs> こんな感じだったんじゃないかなと。当時の、うん、いろんなね、研修を思い出しますね。本当にいろいろありましたね。今ね、ちょっと思い出せばいろんな名前が出てきそうです。まあ今日はその辺を控えながら、ハローズ、これからも頑張ってほしいなと、うん、思いますね。ハローズの釈迦ってのも何度も何度も歌いましたね。 今でも一緒に歌えるくらいです。ということで、今回はハローズチャンネルを紹介させてもらいました。今日もハローズ行ってきます。